福井弁。福井弁は、福井県霊北地方、鶴ヶ市を除く旧越全国で話される、日本語の方言で、北陸方言の一種である。同じ福井県内の峰南地方、鶴ヶ市と旧若狭国で話される方言。霊南方は、福井弁とアクセントが異なり、通常は近畿方言に分類される。福井県の方言は、霊北と峰南に大きく分けられる。 霊南方ことのアクセントは、軽半式アクセントあるいはその変種であり、霊南方ことは、通常の分類では、近畿方言に含まれる。本校では、霊北方言を扱う。霊北方言の解分類については、以下のような区分が提唱されている。福井弁には、北陸方言特有の関東イントネーションがあり、文節の終わりがうねるようなイントネーションになる。北陸、 関西及びその周辺と共通の特徴として、単音節の単語は、名、定のように長く伸ばして発音する。また、語中の、がは微濁音で発音される。霊北西部では日々音。指示語に含まれる、そは、法になることが多い。そんなもの、ほんなもん、んなもん、そのほの、それで、ほれで、そしてほして、そこほこ、そっち、ほっちなど。 合図ちの言葉として、そうや、イコールそうだから転じた、ほやが多用される。例、ほやの、ほやって、ほや座。ほやほやや、ほやほやほや,ほやとにから三回重ねて言うことが多いのが、福井弁特徴である。また、そうか、も、放火となり、道を訪ねて教えてもらった際に、ああ、放火、ああ、そうかと言って、あほうかに聞き間違われて、県外の人に怒られることもある。 老年層の福井弁では、古い日本語の発音であるせじぇが、現在も残っている。先生を、先生、千円札を、し、円円札、全部を、全部、全然を、全然など。ただし、くさいくせぇ、遅い、おせぇなど、連母音変化によって生じた、せ、ぜは、せ、ぜぇとは発音されない、くせぇ、おせぇ。奥越では、一円を、一円、五十円を、 ごつぜん、百円を、百、剣と発音することもある。福井市、越前市、旧今立町、旧竹尾市、鯖江市などの霊北地方中心部は、アクセントで語の区別を行わない無アクセント地帯である。範囲は、さらに広く、堺市、あわら市を含むとも言われる。無アクセントは、箸、端、端などの同音に義語をすべて同じ工程で発音する、もので、 北陸地方の中では異質なアクセントである。無アクセント地帯を取り囲むようにして、堺市三国町などには三国式アクセントと呼ばれるアクセントがある。三国式アクセントは音の下がり目の有無だけを区別するアクセントであり、白数に関わらずアクセントの方、パターンが2種類ある二型アクセントである。二拍名詞で言うと、風、肩、雨などの一に読む お類は下がり目を持ち、女子なしでは、ぜ、女子付きでは、かが、または、がになる。また、川、花などの2.3類は、下がり目がなく、女子なしでは、か、または、女子付きでは、か、または、かになる。ただし、三国式アクセントは、型の区別が曖昧で、発音が安定せず揺れのあるアクセントである。福井市内でも三国式アクセントが報告されているが、 一方で、福井市、三国町ともに視調査者全員が無アクセントと判定されたこともある。最近の調査では、あわら市では、これまで報告のなかった新種を含む多様なアクセント体系が複雑に分布することが分かった。また旧今城町、現南越前町の一部付近には、また別体系のアクセントがある。二拍名詞で言うと一点に、三類、風、川、 花などが頭高型、背が4.5類、肩、雨などが平板型、あというアクセントである。大野市、勝山市には明瞭なタルイ式アクセントが分布する。タルイ式アクセントとは、京阪式アクセントと東京式アクセントの中間のアクセントで、近畿の周焉部や北陸の一部などに分布する。大野市東部の旧泉村地区は、内は東京式アクセントである。 文法はむね西日本方言の特徴を有している。断定、や、動詞の否定形、ん、咲いた、刺したや、だいた、出したのような、作業四便、こうた、買ったや、白うなる、白くなるのような右音便は、福井弁でも使われる。ただし、西日本では、存在動詞として、おるが多用されるが、福井弁では、いるが多用される。いないという意味では、んの変形。 縁が使われ、していないという補助同士の用法も、して縁となる。誰も縁のかイコール誰もいないのかまだ宿題やって縁のやって、イコールまだ宿題やっていないんだよなど。してしまった、しちゃったに相当する表現には、関西と同じく、してしもたや、してもたが使われるが、福井弁では、してもたが、しとうんたや、してた、しつんたなどと変化して使われることもある。 こうてしもうたこうてもたこうと、うんた、こうてんた、こうつんた、イコール買っちゃったや、やってしもうたやってもたやっとんた、やっつんた、イコールやっちゃったなど。命令表現では、動詞の連用形ねという形がよく使われる。なさいないねえねとなったもので、例えば、しなさいは、しね、来なさいは、きね、行きなさいは、生きね、食べなさいは、食べね、おくれは、おくんね、などとなる。 否定形の場合は、寝番と使う、奥し、するの命令表現、死ねは、県外のものには、死ねと聞こえるため時よりトラブルになるが、死ぬの命令表現は、死にね。昨日は、風邪で休んだの。方んやって、イコールそうなんだよのように、自分が持っている情報を聞き手に伝える、際の表現として、やって、ですってという形が使われる。天気予報で言うてたけど、 明日は、雨なんやってのような伝文表現と同じ語形だが、伝文表現のやって、ですっては、手で、アクセントが上がるのに対して、こちらは、手で、アクセントが下がる。順体上詞は、の、または、んであり、金沢弁や富山弁で使われる、がや、弦などは使われない。から、のでを意味する接続助詞には、さえ、にや、でや、ちが使われる。には、 情報語の、境、にが変化したもので、関西、北陸各地で使われる表現。では、東海地方とその周辺で盛んな表現で、長野、岐阜、愛知、三重、滋賀などと共通する。共通語の、根、ね、や、名に相当する、関東女子としてのが多用される。表現を柔らかくするほか、相手への呼びかけにも使われる。 福井弁で特徴的な修助詞としては以下のものがある。福井弁で使われる語彙を挙げる。福井弁特有の単語ばかりでなく、福井県以外の地方の方言と共通する語彙も多い。若者の間では、福井弁よりも共通語を使う傾向が強まっている。加藤和夫らの調査によると、ノクテイイコールはホや、ダンネイコール大丈夫や、ムダカルイコールカラマルなど、 関西弁や共通語で言い換えができる言葉は世代が低くなるにつれて仕様が減っており、北陸三県の中で福井県が最も共通語化が進んでいるという。一方、しつけで多用されるおちょきにや共通語で言い換えられない風熱などは根強く使われている。加藤は福井弁の平凡なアクセントは他県の出身者からなまっているとして切れやすく、そのことが 方言コンプレックスにつながり、共通語思向の一因になっていると分析している。なお、ここで指摘されている共通語化は5位の共通語化であり、アクセントは福井弁特有のものが根強く保たれている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。